はい、皆さんこんにちは。そして今日ね、マンション管理者の受験を終わった皆さん、お疲れ様でございました。さあ、ただいまからですね、今年2022年マンション管理士の本試験速報ということでね、動画です。まあ、大体10分から15分ぐらいね、お話をさせていただきます。で、私はですね、法令部分、法令のパートをね、担当いたします小野と申します。よろしくお願いします。で、私は大体法令の部分ですね、問いの1から問いの19ぐらいと申し上げておけばいいのかな。他のところですね、例えば実務系ですよね、規約ですとか、まあそういった実務系のところは有山先生でもって、設備系ですね、設備系のあたりは亀田先生に担当していただくことになってます。まあというわけでね、私は法令、民法、区分法、それから借地借家法とかね、あとはまあ円滑化法とかですね、そのあたりも一応視野に入っているんでございますが、まあ、中心は民法とか区分法ね、こちらのお話をさせていただきます。で、まあ先にね、お詫びをしておかなければならないのかな。これね、皆さん動画をご覧になった時に、これからね、じゃあ問いの1番選択肢何番答え、2番何番答えで、3人合わせたところで、じゃあ合格推定点は何点というのを期待している方もね、いらっしゃると思うんですが、今回この動画はそういうものではないんです。申し訳ない。で、皆さんこれホームページからね、この動画をご覧になっていただいていると思うんですが、同じページに、いわゆる回答一覧はもう出ております。だ、回答一覧はそこでね、確認をしてください。問いの1が何番であるとか、2番が何番であるとか、まあこれレックの見解として回答は出しました。で、私もその回答にね、まあ協力したというか、まあ実際問題解きましてね、で、まあ六方片手にといいますかね、法令をね、つぶさに参照しまして答えを出しました。回答出しをね、したんです。それで、あとはですね、その合格推定点というのは日がずれます。来月になってしまいますね。で、今日はですね、まあ試験が11月27日でございますので、ね、だからまあ来月ね、12月に入ってしまいます。で、予定では13日ぐらいを予定しております。12月の13日ね、合格推定点、まあ、何点ぐらいというのをね、これから分析をします。まあというわけで、まあ今回ね、今日この時間に関しましては、何が何番とかいう速報ではございません。ではなくてね、どんな問題が出たのかとか、どういう特徴があったのかとか、まあこういうところが合否を分けちゃったんじゃないかなとか、いったようなところをね、まあ私は法令の部分ですね、まあ中心は民法と区分法です。まあそのあたりのね、お話をさせていただこうかと思ってます。さて、まあこれはですね、まあ私の本当に、まあ、主観半分でお話をしちゃいますけど、まあ私もですね、2001年のマンション管理士ね、まあ第1回目からずっとね、講師を担当させていただいておりますので、まあどういった問題がやっぱりマンション管理士の試験を出すかっていうのは、もうこれはもう馴染んじゃってますというところから見るとですね、まあある程度は例年通りかなっていう気はするんです。まあ要するに何でしょうね、もう必ずね、マンション管理士の試験はもうマンション管理に寄せてくるっていう感じのね、試験なんです。まあ、管理業務主任者試験ですとね、割とマンション管理から離れて抽象的に民法の規定ポンと聞いてきてもするんですけど、まあそういうことでいくならば、やっぱりマンション管理士の試験は、まあ、マンション管理に、無理やりでも寄せてくるってね、まあ、建物を借りたって言えばいいところをね、今回は例えばマンションね、101号室の所有者 A とかね、まあ、出てきたり、もう必ずマンションに寄せてきますね。まあ、その辺りの中身は変わっておりません。ただですね、今回私ね、これ回答出しをいろいろやっておりまして、思ったことはですね、まあやっぱりこれも我々受験予備校というか受験指導の立場からすると、もう過去問しっかりやろうよと、過去問しっかりやりましょうよと、という方にしてみればそれほどきつくはなかったかなというのが法令の発想です。で、もちろん学問しっかりやりましょうというからにはね、その前提になるところもちゃんと分かって問題解きますでしょ。何かと言いますとね、今回ですね、まあいろいろこれメモが入っちゃってますので、まあこれ今日ね、本試験の
問いの1から問いの50番までね、本物の問題冊子をね、コピーをして、でもって回答出しをするときに使ったものなんで、ちょっといろいろメモが入っちゃってますんで、すいません、写しません。写すとですね、字が汚くなってね、下が見えない状態でメモいっぱい入ってますんで、ちょっと写せないんですけどね。んですけど、例えばですね、贈与なんかね、出ていましたね、贈与とかね、出ていましたけど。贈与なんかね、いわゆる、民法でいきますと、民法でいきますとね、結構そうですね、総合問題っぽいのがございましてね、総合問題っぽいのがございまして、あれ、すみません、何番だったかな。贈与契約に関しましてがですね、これ、いわゆる学生契約ですよね、学生契約ね。それありましたね、当然15番なんかにあったんですね、当然15番とかね、ありましたね。だから今日は問題ね、持ってる皆さんは見ていただいて構いません。例によってね、問いの1番から問いの11番までが区分法とかね、区分法といいましてもね、不動産登記が絡んだりとか、あるいは民法とね、今後問題もありましたんで、ずばりね、問いの1から問いの11が区分所有法というふうにバンとは言えないんですけど、ただね、問いの1から問いの11番あたりが、区分法中心。でもって問いの10番にね、そういっても10番に被災マンション法入っていましたが、これもいつも通りかな、被災マンション法ね、1問。で、問いの12番から17番ぐらいまでが民法系というところかな、民法系とかね。ただもちろんね、円滑化法もね、入っております。問いの19番とかね、円滑化法入っておりますんで。だから問いの17番ぐらいまでが民法かな。で、18番が不動産投票。で、問いの19番が円滑化法ね。だから問いの1番から問いの11番ぐらいまでが、区分法。で、12から17ぐらいまでが民法。で、18が不動法で、ね、不動産投票。で、19番が円滑化法ね。こんな感じの組み立てになっておりましたね。ただ、不動産登記法はですね、我々、割とね、実務系に分類してしまうので、なかなかに法令は何番から何番と言いにくいんですけど、大体問いの1から問いの19ぐらいまでですね。で、その中にですね、例えば問いの15番あたりに、民法と借地借家法ね。これ総合問題なんですが、ただ1番がですね、これを言っちゃっていいだろうな、これ1番答えですよ。1番答えね。誤っているものはどれですかって。問いの15番ね、誤っているものを探しましょう問題で。で、1番ね。贈与契約は書面による必要がありますよって書いてありますが、いや、いりません。贈与契約の成立。これは、学生契約ね。意思表示の合致のみで成立をすると。条文上ね、訳するとかね、書いてあるんですが、要するに意思表示の合致だけでいいということなんです。で、これがポンと出ましてね。で、1番答えだったんです。だから割とこれ、例えば、管理業務審査試験ですと、どちらかというとこっちに寄ってくる感じ気がするんですよ。何かというと、贈与契約って、学生契約ですよねって。用物契約じゃないですよねって。ただ昔のね、管理義務修士の試験ですと、その言葉を使ってきたんです。用物契約である丸とかね、用物契約である×とかね、その言葉を使ってきたんですが、ただこの問いのね、15番に関していくならば、そんな感じの問題出してきましたんで、書面によって契約する必要がある、いや、ありません。なぜか学生契約だから、意思表示の合致のみで成立をするという問題でした。だからこのあたりがやっぱりね、過去問、さっきお話をした、過去問しっかりやってくださいでね、こういう基本的なところっていうのは、あまりマンション解消試験では真正面からポンと聞いてくることはなかったんです。贈与契約もね、何回か出ておりますね、何回か出ております。で、近いところだと2019年にも出てますね。ただそれはね、書面によらなかった場合には解除できるできないとか、要するに一歩先なんですよ、一歩先ね。だから書面によらなかった場合にはね、解除できるできないなんて問題の時には、いや、分かりますでしょ。いや、そもそも書面によるかよらないかっていうんで分かれるってことは、書面による場合とよらない場合とあるよねっていう、
贈与契約は書面による場合といらない場合とあるよね。さてじゃあ書面によった場合なんだけどっていうのが今まで出てたんですね。で直近で2019年が出てるんです。なんですけどね、手前ですよ、書面による場合とよらない場合の2通りがあるというところをちゃんと押さえている皆さんにしてみれば、例えば問いの15番の選択肢1番とかね、楽だったんじゃないかなと思います。で我々やっぱり、ね、過去をしっかりやってくれっていうのはそういうことなんです。まあ過去に出てくる問題ね、その何が書いてあるか分かんないけど、とりあえずね、文章だけ丸暗記しようとか多分いらっしゃらないと思う。やっぱり過去に出題された問題ね、ちゃんとしっかり解きますよっていうのは、贈与契約ってどういう契約かという大前提をもとにして、じゃあ書面によるよらないね、そうやって出題テーマに入っていきますよね。だからそのあたりしっかりやってる皆さんにしてみれば、そんなに辛くはなかったかなって気がします。でまあ例えばこれ選択肢2番使用貸借なんですけどね、使用貸借も2015年ですよね。2015年使用貸借は、ね、出題されてます。ただ一問丸々ではありませんけどね。なんだけどその時もね、やっぱり契約不適合責任ですよ。使用貸借と契約不適合責任というところで、さらにやっぱり一歩、ね、先の話が出てきたんです。だけど今回はね、やっぱり同じなんですよ、ね、使用貸借、ね、使用貸借に関しては引き渡しいらないよね。いらない、だって学生契約だもん。で一応これ民法ね改正点かなって気がします。なんだけどね、まあ要するにね、契約の性質論、その辺りが聞かれました。まあというかね、基本になる部分というのが今回ね出てきたというのはありますので、やっぱり昨日ね過去問しっかりやってる方は、やりやすかったかなって気がします。ただですね、まあ、この辺り合否分ける問題とは思わないんですが、合否分ける問題かなという、私が勝手に思っちゃってるのが問いの16番あたりかなと思います。で問いの16番あたりはね、何かってこれ民法と借地借家法ね、まあ相互問題なんですが、割とねテーマ有名なんですよ、ね、テーマ有名でね、でまあこれもねここも言っちゃっていいと思いますね。まあこれは問いの16番も4番だろうな。でもね、2番と4番で迷った、あるいは2番で引っかかった方結構いらっしゃる気がするんだ。だからこういうところやっぱりね、単に知識だけを覚えるんではなくて、いわゆる演習ですよ。問題解くというトレーニング。で、これは私はね、まあ直接私がライブ講座でお話をする機会ってほとんどないんです。なんだけどね、私が講義を担当するときね、やっぱり収録等々でお話をするときに、問題やってください。で、問題やってね、たくさんやってくださいと申し上げるんです。で何かというとね、4者クイズ50問と言っておきますね。まあ、45問の方もいらっしゃいますので、ちょっと置いといて。4者クイズ50問を2時間で解かなきゃいけない。だテンポよくどんどん行かなきゃいけないんです。なんだけど、読み飛ばしとか読み落としとか思い込みダメなんですよ。ちゃんと丁寧に読んでいって、2時間50問というね、そのテンポを身につけなきゃいけないんです。そういうトレーニングした方は、大丈夫だった気もするんだけど、ただ焦った方とかね、読み飛ばし読み落とし、あるいはまあそういう方いらっしゃらないと思うけどね、もう舐めてかかった方は引っかかったかもしれない。何かというとね、まあ、2番ね、お手元に問題ない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと聞き直しておいてください。そういう方はね、2番は何かというとですね、定期建物賃貸借でね、まあ1年前か6ヶ月前の間に通知をしなければいけないと。で通知しなかった時は終了主張できるかできないかって話が出たんですね。で通知を忘れたら終了は主張できないと。いやあるんですけどね、あるんですけど、これ実はね、選択肢2番は賃貸人が通知を忘れたんですよ。でね、終了を主張できるかできないか、これ賃借人が主語になってるんです。だから賃貸人から終了できないかもしれませんが、この問題選択肢2番は賃借人が主張できますかって質問なんで、できるんですよ。賃貸人が主張できない、だから賃借人もできないことになりません。賃貸人は通知を忘れたらできませんが、賃借人サイドから、あいいよ俺出ていくからって、いや別に問題ないよってとこね、早と治療した人はいらっしゃるかと思う。あと4番ね、4番も伝統的にね、
まあ、途中解約できるかってやつ。定期建物賃貸借は途中解約できるんですかって問題があってね。まあ、親族の介護とかね、特別な事情があって。賃借人の方からはできるんですが、これ主語賃貸人なんです。A から言えますかって話なんでできないんですよ。だからね、主語と状況の組み合わせ、そこ、ね、読み飛ばし、読み落とし、あるいは思い込みで答え出してしまうと間違えた方いらっしゃるかもしれない。だこういうところかな、今回はね。知識の高というよりもね、それもあるかもしれません。なんですが、ちゃんとね、問題をしっかり読む。そういうトレーニングを積んだ方は、割と法令部分は解きやすかったかと思う。でもね、多くの皆さんがですね、やっぱりそうは言ってもね、もう緊張しているわけなんで、そんなにね、言うほど簡単じゃありませんよ。ね、平常心で解きましょう。我々はそう言います。言うんですがね、そのね、全部の問題に対してね、平常心で落ち着いて読み飛ばし、読み落とし、思い込み全くなくてできるという方はそう多くありません。ただね、そういうところでちゃんと意識をした方、割と強かったかなという気がするということをね、お話をしておきましょう。さあ、ではね、お時間になりましたので、私のお話は法令の部分については以上とさせていただきます。皆さん、ありがとうございました。